うなぎさんは最初なんかその活動は何かきっかけで、なんかでももともとは本当に小中シンクロナイズスイミングやってて、今はアーティスティックスイミングだけどシンクロやってて競技やってて、言ったら採点競技じゃないですか人前の、でその次に高校生の時にもうやりたくないと、もうオリンピック選手になるぐらいまでの強化選手だったから、もうなんか何て言うんだろう、嫌だったんですよ、もうめちゃくちゃシンクロがっていうか、なんか競技やるのが絶対嫌だった。だから高校生はもう本当に遊びまくるぞみたいなって思ってたら、その入った高校がチアリーディング全国優勝校だったんですよ。でもうその入学式のなんか演技見てもう感動して、もう入部届持ってましたよね。で入っちゃったから3年間チアリーディングやって、でも本当にすごい高校で、海外遠征もあったし、まあ、大会も毎回全国優勝してたし、イベントにめっちゃ呼ばれるんですよ。だからそれこそ阪神タイガースの競技場でも、あの球場でも、甲子園でも試合じゃないや、ハーフタイムショーとかもやったし、すごい。なんかもう本当に全国遠征でやりに行ったりとか、本当にお祭りでやったりとか、それこそテレビでやったりとか、すごい。めっちゃそういうのを3年間やってきた時に、なんか就職って考えたら、なんかもう普通の就職できなくてできないですよね。なんかチアでなんかエンタメの面白さを知ったみたいな。そうそうですね、人が単純に元気になってくれるものをやってきて、あ、なんかこのままやり続けたいなと思って、でもダンスの専門学校行って、まあ、バックダンスやったりとか、それこそウルフルズとかやったりとかしてて。え、トータスの？そう、すごいね。そうよ、トータス。そうよ、ウルフルズのバックダンスやったりとか、まあなんかオリックスとかのデモダンスやったりとかして、でそのままアイドルになったんですよ。アイドルユニットやって、でそっからもずっとです。もうずっとアイドルやって、撮影会やって、グルメやって、で、まあ、東京出てきて、で、まあちょっともうさすがにずっとやってきてるし、結局やっぱ何もなれないからずっとバイトしながらっていう生活が続くじゃないですか。もうそろそろもう辞めるなら辞めなきゃいけないなみたいな時のプロレス。そういう意味ではまあキャリア5年なんですけど、そういうずっと何かをやってきたっていう意味ではもうかなりやってきてますね。プロレスやるってのはじゃあもう最後になんかこう爪痕。いやもう本当にそう、最後に死ぬ前に何かやっときたいの最後が本当にプロレスでしたね。まさかこんなに5年もやるとは。すごい。あ、もっと短い予定だ。え、もっと短いと思ってた。いや、わかんないわかんないです。なんか別にいつまでとか何歳までとか決めてなんか生きれないじゃないですかこの仕事って。なんか数字もやっぱ明確に立てれないし、目標も決めたとてじゃないですか。なんかもう本当に半年後何やってる、1年後何やってるっていうのは結構想像できないから、なんか逆に決めないようにしてて、でまあなんかもうやめるんだったら最後1回ぐらいなんかまあプロレスとかなんかやっててもいいかなみたいなノリで始めました。まあまあシンクロの時もオリンピックジュニアナショナルだったりとか、まあ、チアリーディングも全国優勝した高校だったんで、なんかそういう厳しさに耐えるとかトレーニングとか全然苦痛じゃなくて、まあ苦痛なんですけど、なんかもともと耐える体勢がちっちゃい時から備わってたんで、なんかやめたいとか思ったことも一回もなんか、みんなよくきつくてやめたいと思った。まあ確かに昔と今の厳しさとか、なんか昔でもなんか熱中症になってもなんか根性と気合で立ち上がるみたいな時代だったけど、まあまあ今はもう全然違うから、そんなトレーニングの厳しさとかも違うと思うんですけど、
まあでも別にきついきついけど、それで頑張るのが当たり前だったから、なんか辞めたいところだったかなみたいな感じです。それでまたその団体を変えてまた違うものを見たいみたいな感じだったっすね。団体を変えて。そのうなぎ今あるじゃないですか。ああ、東京女子の時。そうですね。なんかもう東京女子の時は単純になんか。もう私肘怪我して長期欠場してた時に、そろそろ復帰しようかなのタイミングでコロナが来て、でなんかみんなプロレスできなくなって、なんか今までは自分一人だけが試合できなかったのに、なんか全員強制的に試合できなくなったじゃないですか。その時にうわこれはラッキーだぞと思って、確実に絶対みんな太るから、ここで今自分が10キロ絞って復帰したらかっこいいんじゃないかなみたいな。で1ヶ月で12キロ絞ってで復帰したんですけど、悪い意味じゃなくて、東京女子ってキャリア順というか性別順というか、やっぱどうしてもこう覆さないところがあって、でまあ年齢的にも考えて、なんかもう20代とか、もう20代前半とかで始めたんだったら、まあ別にこれ順番並べるけど、もう30超えてるし、ここで順番並んでたら、まあ回ってこないなというか、っていうのをなんか直感的に思ったんですよ。多分実際そうかは別として。で、まあその時、一番、なんて言ったらイケイケだったスターボムに、はい、入ったんですよね。まあ契約もちょうど切れるしみたいな。まあその時ちょうどジュリアが入団してきた時で、外から入ってきても、あ、ここまで人って上がれるんだみたいなのはなんか見せられましたよね。だからなんか、あ、自分ももしかしたら頑張ったらなんかチャンスはあるのかもしれないなみたいなので、スターダムに入って私は運がいいですね。どっちかっていうと助けてくれる人がいるというか、タイミングが多分めっちゃいいんだと思います。おそらく思いつきとかだけで動いてきて、まあやっぱそういうので正直多分人を振り回しちゃうところもかなりあると思うので、でも嫌いな人は嫌いだと思うんですよ、マジで。いやでもなんか合う合わないあるし、ぶっちゃけなんかプロレスね、この人は一回やめてますし、何が起こるか分かんないじゃん。はい、そうです。マジで何が起こるか分かんないし、何を起こすか本当に自分次第だなっていうのをなんかマジでこの1年で体感したから、もうそれだったら起こした方がいいし、でなんか本当にこれ一緒に追やる人がめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよ。まあ、現状としてそこは昔と変わらないのも悲しいんですけど、じゃ あの一般の人に知ってるプロレスラー誰ですかって聞いたら、まあもうおおよそが本当にアジャコング、井上京子、ジャガイモタ、神取忍みたいななるわけですよ。うちらが今こうやって一生懸命やってたとって、やっぱうちらの名前が上がることがないない現状を変えたいですよね。やっぱ一番は生きた証を残したいですよね、どうせなら、うん、ね、まあ、言ってもね23歳とかだし、まあ、キャリアも5年とかそのぐらいで、やっぱ何かを残すことって多分めっちゃ難しいじゃないですか、うん、言っても縦社会だし、やっぱ先輩に気をつか、まあ、私は全然気づかないんですけど、やっぱ言っても先輩に気をつかなきゃいけないこの世代というか年代がいて、でもやっぱり絶対に残さなきゃいけないし、ひっくり返さなきゃいけないからこそ、みんなでやったら何か変わるんじゃないのかなっていうのは私は絶対にできるって思ってるし、まあ願いでもありますよね。なんかこの歴史をやっぱりどこかで誰かが絶対に変えないと変わらないし、でも一人じゃ絶対無理だと思うんですよ。私がどんだけ一人で言ってたとしても、やっぱり
現実としてリングで戦ってる現役レスラーがやっぱりどっかで踏ん張らないと絶対何も変わらないし、結局やっぱ実力とかなんて言うんだろう、経験値で言うと負けるんですよ、アジャコングに、うん、これを本当にひっくり返すのはもう本当になんて言うんだろう、集団で一生懸命やってぶん殴るしかないと思ってるんで、それをみんなでやりたいなって思ってて、もちろん自分の宇野木沙耶香としての現状も一切満足してないし、それをもっとプラスな宇野木沙耶香にするためのパパパにしたいっていうのが今の気持ちですね。